渡辺美幸愛は、日本の元女性アイドルで、スーパーガールズのメンバー、パーティーロケッツのメンバーであった。愛称は、ウメ。宮城県仙台市出身。活動時は、エーベックスマネジメントに所属していた。小学3年生の頃に、地元宮城県仙台市の芸能事務所ステップワンに、所属して、レックスというグループで活動。きっかけは、 オーディション広告を見た母親が応募し合格したからである。2009年12月24日からは小中学生を中心としたエンタメガールズユニット B として活動をしていた。2010年実施の A ベックスアイドルオーディション2010を受け二次審査に進出するも落選。その後は B として活動を続け2012年6月6日。 B の選抜メンバーでパーティーロケッツの結成が発表された。グループのリーダーに就任し、同年8月15日には A ベックストラックスから初恋ロケットでメジャーデビューした。なお、同年11月18日開催のイベント、第3回アイドル横丁祭り、サポーテッドバイジョイサウンド中学生、歌姫決定戦では全9名の出演者の中で優勝し、その歌唱力は、 評価されていた。しかし、2013年11月27日、パーティーロケッツからの卒業を発表し、同年12月15日開催の、パーティーロケッツ定期ライブボリューム13、渋谷 WWW をもって卒業した。2014年2月23日、スーパー、ガールズライブ2014超絶革命、アットパシフィコ、横浜国立大ホールで、 スーパーガールズへの加入を発表。アイドルストリート統括プロデューサー、樋口達夫は、スーパーガールズの第2章の開幕にあたって、かつてエーベックスアイドルオーディション2010に応募していた渡辺に白羽の矢を立て、ステップワンやユニバーサルミュージックと交渉の上、新メンバーに加えることにしたと語っている。グループ活動の他には2016年3月に、 発売された、週刊ヤングジャンプ17号ではソロでのグラビアに初、挑戦し、可愛すぎる困り顔として取り上げられた。同年7月発売の、夏1。この夏、輝く、アイドル全員集合週刊プレイボーイ、東京アイドルフェスティバル2016公式ブックでは、トップアイドルグループの人気メンバー8人の一人として、初めて表紙に起用された。 同年9月にはデジタル週プレ写真集渡辺怖愛可愛すぎる困り顔を発売しミュージック .jp 10月度アイドル写真集ランキングで第1位を獲得した。また同年12月に発売されたミラクルジャンプ2017年1月号で初めてソロで表紙関東グラビアに起用されている。他にも同年9月に開催されたイベントジャム ナタリーエキスポ2016では、テーマソングを歌唱する、期間限定の選抜ユニット、ジャムオールスターズ2016のメンバーに選出されたり、2017年8月19日実施の、プロ野球、東北楽天ゴールデンイーグルス VS 福岡ソフトバンクホークスでは、地元仙台、コボパーク宮城の試合で、始球式をするという夢を叶えるなど、個人としての活動の幅を広げている。 2020年12月22日に開催されたスーパーガールズ10周年ライブありがとうがやまんないで2021年6月をもってグループから卒業することを発表2021年6月12日にラストライブスーパーガールズ渡辺美幸愛卒業ライブハッピーラブブルームが行われ同月30日をもって卒業し所属事務所を退所したなお 自身のツイッターとインスタグラムの更新は以降も継続している。スーパーガールズでのイメージカラーは第2章、第3章がシャインシルバー、第4章がシャインレッドだった。キャッチコピーは私の名前はちょっぴり酸っぱい。幸せとマナマンタンハーピーラブ。公式ニックネームコウメで他にもブログのタイトルにもなっているはピラブや梅子などの愛称がある。 趣味は、ドラマ、映画鑑賞、マージャン、ゴルフで、以前は、アイスの研究も趣味にしていた。キュートの鈴木愛理のファンで、2017年6月12日に、行われた同グループの解散ライブを観覧した際は、私にとって、永遠の憧れとコメントしている。特技は、剣玉、マシュマロキャッチ。三人兄弟の末っ子で、姉と兄がいる。テレビドラマその他のテレビ番組。 ありがとうございます。